そしたら、映画に続いてちょっと今回また第2弾、ちょっと変わったものを紹介します。変わったってことないですけど、これはハンティングワールドですよね。これただかなり古いんですね。おそらく10年以上は経ってます。そして、こちらの方ですけど、開けていただくとこんな感じで、これ先ほどちょっと開けた時に出したんですけど、まずこういうハワイの、専門店、いわゆるこちらの、メーカーの方で直接買われたようなんですけど、このようなカードが入ってますね。こんな感じです。ここにちょっと日付なんかが入ってると思いますけどね。こんな感じですね。で、こちらですけど、かなり使い勝手がいいんですよね、これ。これ止まりますよね。で、こう開けていただくと、こんな感じで、ここに小銭が入る感じですね。こちらにカード。今にしてみると、ちょっとカードの2つ1のこの数が少ないかもしれないんですけど、1、2、3、4、5。5枚、カードはちょっと少なめですね。で、こちらの方がお札の方ですね。紙が入ってますけど。こちらは革だと思いますけど、こちらはレザーのような布張りですね。上品な感じで、男女問わずにどちらでも大丈夫なような感じですね。このままバッグなんかにポンと入れていただくと、ちょっとこうジーパンなんかですとちょっと引っかかるかもしれないんですけど、こちらに用語がありますね。これなかなかちょっと上品で、当時、その時で5万を超えてたという話ですので、それなりに、ただネットでちょっと見たんですけどね、同じものを探せなかったんですけどね、よく似たものはあるんですけど、この辺のデザインが多少違ってて、少しこう、紹介するには面白いかなと思って、今回、こちら取り上げてみました。一つね、こういうのもあると便利かと思います。今日はもう簡単に今に生かせからちょっと変わったシリーズで、こちらの方に入ったものを少しずつ紹介していくコーナーとして、こちらハンティングワールドの、兼用っていう感じですね。ね、お札小銭両方入ります。ありがとうございました。